天地天地は、中華人民共和国吉林省と、朝鮮民主主義人民共和国領行動の国境線上に位置する白桃山の頂上におけるカルデラ湖である。直径約4キロがあり、周囲には白桃砲を含む峰峰が屏風のように取り巻いている。中国側は観光地となっており、多数の観光客が訪れているが、 中朝国境に位置しているため、ボートや遊覧船による湖への立ち入りは許されていない。2007年に中国吉林省で開催された2007年アジア冬季競技大会では、天地から聖火の採火を行うパフォーマンスが行われ、これに対して韓国のショートトラック女子代表選手が受賞式で白桃さんは、 我々の領土と書かれたカードを掲げて中国当局から抗議される事件も起きた。なお、天地には未確認生物、チャイニーズネッシーが生息しているという噂があり、多数の観光客による目撃情報があるほか、日本の TV 局が調査に入ったこともある。天地の観光は、通常一般人は二度白川駅からチャーターした四輪、駆動車で気象台まで行き、そこから 少々歩いて長白山の外輪山の一つの天文峰へ上り下の天地と北朝鮮を眺めるだけであるが、見客の人は比較的簡単に天地の湖畔に立つことができる。二道白川駅のチャーターの帰りは温泉卵の場所で完全に長白幕府を見せるのに、止まるので、そこでチャーターを降りて、幕府の滝壺方面へ10分くらいで歩き、幕府の右側に沿って登る。 石階段をやはり10分くらいで登ると平地へ出るので、そこの大川に沿って5分くらい歩くと、天地のほとりに立つ。眼前と、右側は北朝鮮へ続く、大きな湖水で、左側の崖は、外輪山の天文法である。満州実六巻一本文作者不明。満州実六巻一、長白山挿絵、白桃山の一図、自然東北大学。 2020年11月11日、閲覧、中国発の高速鉄道、名前は、長白山中央日報、http コロンスラッシュスラッシュジャパニーズ .joins.com スラッシュアーティクルスラッシュ J アーティクル、php、ph エードイコール836142017年12月27日、閲覧、韓国チームの 白桃さんは、我がロードセレモニーに、中国が抗議。中央日報。http://japanese.joins.com スラッシュアーティクルスラッシュ247スラッシュ84247 HTML2017 年12月27日閲覧。中国の山を、ハイキング、吉林省の長白山、天文法と天地。ありがとうございます。